マンサコンコは、ガンビア西部の下流地方州の主婦で、周辺で最も人口が多い経済の中心、ソマの北約3キロメートルに位置する。2013年の人口は314人。最新の国勢調査によると1993年、の人口は240人である。西ジャラ地区に属する。標高3 8ルのマンサコンコの丘は、リンカ護で、王の丘や、 政府の丘を意味し、その名の通りこの地方の統治者がここに拠点を置いていた。イギリス領時代はこの地域の行政の中心地であり、当時の建物がいくつか現存する。20世紀終盤のカルー地方にはマンサコンコの技術、訓練研究所とジェノイの農業局、コンバノ医学研究所並びに、国際トリッパの相馬省センターの支所を除くと、他地域と同様ほとんど公共投資が行われなかった。 1990年代、下流地保全域の教育機関として、合計高等学校1校、中学校2校を数えた。州内に6つある地域のうち、面積が最大で人口が最も少ない西、紀安に対して、マンサコンコと東接す,する中ジャラにかけて人口が最も集中する。西ジャラ地域の経済活動の中心地そまは、 1980年代から1990年代に渡り、幹線道路トランス、ガンビアハイウェイ沿線の物流の拠点の一つとして、繁栄の基礎を築いた。この国道は、隣国セネガルの国際貿易港カザマンスに通じるトラック輸送ルートであり、またソマは、バンバテン大エリタンダの両岸の集積地の役割を得たことも複合し、ガンビア西部の人口低下とは、 対照的に急速な人口拡大を果たした。セネガンビア国家連合時代にはソマから中、ジェラに渡り、国境を越えた、小取引と貿易が盛んで、急速な人口流入が助長された結果、規模で言うと、地域全体の上位10県の居住地域のうち、8県が中、ジェラに集中した。AB ベベルカングス・スタタスティック2013、ABCD ・ジャイテ2006、ワールド・ギャザティア。2008年3月閲覧。ガンビアのカイチラ覧も参照。バルナック・マーチン・ガンビアドイツ林業プロジェクト。2011年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年10月10日閲覧。クリマ・マンサ・コンコ。クライメート・データ・ ORG。 2018年11月1日閲覧。国際トリパノ相馬マ賞センター。2017年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月31日閲覧。ありがとうございます。